球で動画を回してます。ゆりこちゃんが血便、下痢の血便。今夜なんですけど、なんていうの、何に相談したの、まあ、ペットの体調が悪いとかそういう時に相談できるやつがあんねん。ちょっとよくわからんけど、そう、それに、まあ、24時間対応してくれるの。そうで、症状を伝えたりとか動画とかを送ったら、それを見てすぐ返してくれて、今まさにすぐ返してくれて、めちゃくちゃ長文で返してくれて、今チーコ月齢がまだ生まれて4ヶ月ぐらいやから、こうこうこういうのが懸念されますとかいろいろ教えてくれて、明日の朝病院に行こうと思います。うん、震えたりとかしなかったら夜とか行かなくてよくて、明日の朝で大丈夫かな。ご飯を一日食べてないから何も。うちに来て間もないけど、言うても毎日いるから明らかに元気はない。めちゃくちゃもうしんどそうっていう感じでもないけど、ぐったりではないけど、いつもこう噛んでほしくないのに、タオル噛んでくるとか、めっちゃ掘ってくるとか、そんなんない。ゆったりとかも全然ないね。ゆったり歩いてお尻も下がってるし。でも時間も時間なんで、ちょっと眠たいのかなっていうのもあるけど、うちに来た時は、まあ離乳食みたいな感じで、ご飯を、まあ、水とかでふやかしてあげてたんだけど、最近、そのふやかし具合を、まあ、ちょっとしんのこるぐらいにとか、ちょっとずつ固めにしだしてたり、最近ワクチンが全部終わったから、外に散歩しだしたり、そういった環境の変化みたいなのもちょうどあったから、まあ、それが原因でちょっとストレス感じちゃってるのかなっていうのもあるのかな。ちょっとわかんないけど。いやでも明らかに元気はない。そうぐったりじゃないし、呼吸が早くて今にも苦しそうとか、そういう感じではないけど、動かない、まあテクテクは歩くけど、いつもみたいにピュピュンって行ったりとか、おやつも食べないし、ね、一食食べないとかさ、粘便っていうの、が単発で起きることは、まあ、あるかなっていう話を聞いたことあるけど、今まではな、年便も1回やったけど、その1回きりで治ってたし、一食食べなくても次の時間のご飯の時はめっちゃ食べたり、とりあえず今日は寝るか、まあちょっと夜中も様子見て、何もなければ明日午前中、日曜日でも空いてるの。空いてる、土日も空いてるよ。店に行こうと思います。店に行こうと思います。あ、店にね。朝です。ちょっとずつ元気になってる気がしてる。夜中ずっといたんだけど、11時半ぐらいと2時半ぐらいにまた原因になったんだけど、まあ、マシと思う。下痢した後の動き方が元気になってる感じ。今も多分これ出してよーって言ってる。あ、もう準備万端や。うわー、さっきまではほんまに全然出んかったからな。いつもの朝の感じやわそれ。みんな心配してるよ。大丈夫？めっちゃ喜んでる。ご飯、ご飯ノーマル、何も入ってないご飯今回は。はい、ふやかし具合は？は普通。すごい、食べてめっちゃ食べてるやん。久しぶりやこんな感じ。昨日は全然食べんかったよな。一食も食べてない。ちょっと休憩してて、行こう。まだ多分もうちょいくれって言ってたかな。言ってるっぽいね。時間早いからさ、病院空いてないから。じゃあ休憩しておいてください。初めてやな、動物病院。チーコ、ママと二人で大丈夫？
自己冒険があっていいじゃん。まだ冒険しなっていいじゃん。絶対どっか行くやつじゃん。まあ行きましょう。行ってきます。昨日よりは全然マシやけど、やっぱり下痢であったことにはもう変わりないし、先生に見てもらおう。じゃあ行ってきますね。気をつけてね。なんかあったら言ってね。はい、行ってきます。いってらっしゃい。ママ心配してる。うん、ほんまか。パパのお手伝いしてな。今から、うん、洗濯物あるからまだ、うん、大丈夫かな、ちいこ。どう思う？めっちゃ嫌がってると思う。ああ、診察が、うん、大丈夫かな。泣くかな。でも外面いいからな、大地と一緒でな。家ではわけわからんけど外面はいいからな。昨日からさ、調子悪そうやったやん。でも夜にはいよいよその下痢、ママしか見てないけど、それは。で、朝にかけて、ちょっとマシになっていてたけど、なんだろうな。気温かな。知らん。朝晩寒いやん、やっぱ。そうやけど。うん。朝は寒くても夜は暑いから。夜暑い。暑い。胃がちょっとおかしくなってるのは間違いないやろな。胃か腸か。だって血が出てる。まあちょっといい子にしながら、ちいことママの帰りを待とう。はい。心配してる？なあ。お帰り。お疲れ。どうやった？お疲れ、ちいこ。お疲れ。うわおわお。大丈夫だったよ。一応ええって。なんかね、体温測って、体重測って。うん。体温測れる。検便とかもして、うん、お腹の中に虫はいなかったけど、うん、もうパッと見た感じで、ああまだお腹悪いねって言ってたから、うん、で血便もまだ残ってるし、うん、こう、あの注射もしてもらって、偉い。助かったな、泣かずにな。頑張りました。注射とお薬も出ました。やっぱりこう寒さとかでストレスになってるのかもね。まあとりあえず一番良くない虫がいなかったから、うんうん、とりあえず今は大丈夫さ。今からどうしたらいい？今からはまあ普通でよくて、でご飯はゆるいご飯に戻して、うん、でなんか痩せてる感じはないか、このままで大丈夫、うん、けどやっぱ一日、子犬やから低血糖になるから、一日ご飯食べないとか、うん、2、3日半分ぐらいしか食べないっていうのは全然良くないんだって、うん、私はすぐ病院来てて、うん、こっちはこっちで好きなお菓子が食べれないから泣いてんね。なんで？え、小春がお友達と食べたいから置いときたいっていうグミを体調開けたいって言って、そんな置いといてあげやって言ったら泣いてんねん。え？ああ。トイレから外れてしまった。チーコめちゃくちゃ頑張ったんやで。チーコが慰めに来てる。うん。なあ。泣いてる理由全然ダサいけど。あ、こんなのをもらったよ。もらった。いやそれ。消化ケア。ご飯に少しな、食欲ない時とかにな、混ぜるんだって。そうな。我々はどうなの？すごい賢かったよ。ほら抱っこしてもらった。ほらほらほら、予想通り外面はいいから、まあ、要約すると原因はおそらく気温とか、いやウイルス性もあるけど、うん、今のところ特に何もないから、うん、気温とか、そう、もしかしたらな、環境の変化もあるかもしれないから、もしかしたらトリミングがあれやったかもしれない。あー、まあそこら辺のストレス的なのがもしかしたらかかってたかもっていう。お散歩もデビューした。うんうんうん。ああ、それ予想通りやったね。そう、ただ寒暖差もあるし、特にストレスで濃いねやから、うん、でもまあそこまで大変なことじゃないっていうことやな。よかった。まあ、大丈夫とりあえずよかった。とりあえずずっと大丈夫そう。ずっとおとなしかったしな。ただ病院はめちゃくちゃ混んでた。あ、そうな。やっぱ入り口で行きたくないみたいなワンちゃんとか、診察台も開けっぱなしやねんけど、もうブルーって、もうめっちゃ震えて、大型犬とかめっちゃ震えて、チーコの子、スマシとかをどうやってシュッとシュッと打たれて。まあ昨日の夜からちょっと血も混じった下痢になってしまったので、緊急で動画を回し病院に行ってきました。はい。
まあどうやらそこまで心配しなくて良さそうなので一安心です。まあもちろんちょっと安静にしとかないかねやろし、様子は見続けとくけど、ゆっくりしとこな、次行こう。ゆっくりしとこう、うん、まあ、そうそう、経過観察、うん、で、ちょっとでも悪くなったりまた食べなくなったらすぐ病院に行ってください。わかりました。というわけで次は太一の面倒が見ないといけないようなんで、今日の動画は以上です。バイバーイ。心配してくれてありがとう。よかった。